ちょっと待って、待って、言葉に、ちょっと待って、見て、これ見てほしい。最初、これ見て。スプラトゥーン3の発売日が判明したって言ってる。スプラトゥーン公式アカウント。これツイッターから引用したんですけども、9月9日だって、救急の日です。別に、特に、救急の意味はないと思うんだけど、大自然で大都会で、さらに広がる縄張りバトルにご期待いただきたい。もう発売日が決まったということで、皆さんおめでとうございます。いや、このね、いつ出るんだろう、もう夏ってどこなんだろうなって思ってたんですけど、9月9日。まあまあの夏でも、縄張りの夏持ってきたら。とりあえず、生放送してたんですよ、私。うなチャンネルは生放送してたの。そしたらなんか、視聴者さんがみんなね、スプラトゥーン決まったよ、みたいな。最初、なんか、嘘かな、とか思ってたんだけど、本当に決まってて、嬉しい。9月9日みたいです。みんな興奮してると思います。多分俺も興奮してるけど、多分俺より興奮してる、キッズの子たちとか、もう大人のお母さん、お父さんとかも多分、喜んでると思う。言葉が出ないし、なんかめっちゃ言われてきた。汚いから、どうしよう。したら、どうしよう、マジで。この動画どうやって終わろう。オチがないよ、みんな、これ。オチ。なんか見たいのあります？戦ってるとこ見せたいんだけど、なんかないかな？そうだな。スプラトゥーン2でもしよう。はぁ、マッチングしました。ガンガゼガ音楽と、ガワバリバトルって言おうとしちゃった。縄張りバトルだ。よろしくお願いします、みんな。スプラ3の発売が決まったということで、多分今スプラ人口急激にバッて増えたんじゃないかなと思います。この時間なのに興奮して眠れなくなった方、そして、待ち遠しくてその日に、大人は休日を取る方、有給を使って休日を取る方多分いると思います。今僕が戦ってる相手、うまい彼も多分スプラトゥーン3がやりたくて仕方がなくて、今スプラトゥーンを始めたんじゃないかなって俺は勝手ながら思ってるんですけど、よろしくお願いします。仲間もめっちゃ調子いいですね。もう勝っても負けても、マツコがいる。マツコがいた。目の前にマツコがいた。味方助けに来るぞ！ほら！オッケー！もう助けた！助けたよ！ザップでめっちゃ突って、さっきガチマッチやってたんですけど、すげえ、もうね、興奮するわけなんよ。みんな。敵、もう下におるから、どうしようこれ。怖い。あ、当たらない。いや、マジ今当たらなくて。エイムが悪い。やばい。興奮してんのか。シャープマーカーにやられた。みんな、助けてこれ。これ、いる。なんか入ってる。やばい。楽しいな。いつ出るかってのが分かんなかったんだよね。夏に発売するから、あ、夏発売するんだって思ってさ、まあ、喜んでましたよ。喜んでました。みんな。俺も、みんなも、すごい喜んでたと思うんだよ。かつ、それかつさ、ジェットパックジェットパックナイスそれかつ、あれなんよな。明確な日にちが分かったから、具体的なことが分かって、嬉しいよな。もうその日俺休むわ。学校。学生じゃないのに。学生じゃないけど俺学校も仕事も何にも休むわ。バイトしてたらバイトも辞める。みんな辞めないで。僕のことを倒さないで。ちょっと待って。マジでみんななんか興奮してる間も俺も。もうとつりにとつってますね。ちょっとザップだから塗らなきゃな。このスプラ2をおろそかにしちゃいけない。ただね、そうなんだよ。悲しいことが、スプラ2ができなくなっちゃうことなんよな。多分やってる人もいるし、買わない人ずっとスプラ2なんだけど、やっぱ人口ってものはスプラ3に流れていくわけであって、ボム見えなかった！ボム見えなかった！俺今！見えなかった！ナイス！降りてこい！降りてこい！いる、ここ絶対いる。なんか後ろいるんだけど。どっか行った。ちょっと待って、ボム、味方、いる。あとちょっと。いやー、インクだ。来る。これあった。塗り負けた塗り負けた悔しい。あ、色がスプラトゥーン3の色に似てる。けど、あれだね。紫だよね、確かね。スプラトゥーン3は。
ちょっとマジで楽しみ、負けちゃったけど、皆さん、楽しんでスプラ2もやろう。スプラ3楽しみにしてます。ありがとうございました。